素晴らしいですね。なんとかつきました。うん、おかなり力強いな実は。で、なんで捕まってたん自分、まずなんで捕まっていたのか、そしてなぜ私たちは助けたのか、まず君はどこに行くのか。お、なんか氷の世界になってるから足元悪いな、ちょっとほら、なんか滑んねん、ちょっと。あ、これ危ない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 。ん、あ、こっちから行けってこと。うわ、めっちゃ滑るわ、俺滑ったことないのにな。いろんな意味で滑ったことないのに。もうええってお前、なんでそっちやねん。そう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 、こっち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 。じゃ、弟待ってあげて、弟待ってあげて。おーし、ナイスナイスナイス、来た来た来た。なんかアイススケートとかってしたことある？みんな。俺全然したことないんやけど。いや、もう行ってくれた、オッケー。してみたいな一回アイススケート。でも絶対俺アイススケート下手くそな自信あるわ。あ、なんかもうスケートのとこなくなった。え、こっちで合ってんの？何、自分の家に連れて行こうとしてる、もしかして。うわ、何あれ。あ、カメや、ちっちゃいカメおる。あのちっちゃいカメ、あ、お母さん求めてるやん、ちっちゃいカメ。あ、どっか浮いたよ、うちの子言うて。あれ絶対助けたらなあかんわ、あれ助けたら絶対なんか手に入るで。うわ、氷や。うわ、冷たそう、今の見た、めっちゃ冷たそう。ちょ待ってな、もう連れてきてあるからな。おっちゃん、あっちにおったんちゃう。ああ、冷めてきた冷めてきた。いや、それ、なんとか、それなんとか持っていけへんか。だ、おお、弟、お、ナイスナイスナイス。そう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 、どうやって持っていこう。こっちかな。あ、こっちから行けそうやな。あれ、あっちにもいっぱいおるんやけど。なんで、お、これどうしたらいい、これ、これも、おお、あ、これこうでいいの。あ、置いたらいいの。オッケーオッケーオッケー。じゃあこいつもこいつもこいつも。なんかちゃんと正しい方法で返してんのかどうか分からへんけど、これでいいんちゃう。オッケー、はい、元気にな、もうひっくり返らへんようにしや。大丈夫、オッケーオッケー、これで2匹いったな。オッケー、でやん、こっちにまだおったりとかせえへん。なんかまだひゃーん言うてんねんな。ほら、なんかこっちに、あ、あ、こや、あ、こまる、これ、あれや、聞いためるやつや。オッケー、あれに任しとけ。よっしゃ、ナイス。今度こっち行って押すんちゃう、ちょっとこいつ押せる。お、ナイス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 、オッケーオッケーオッケー、よし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 、行くぞ。うん、あったんじゃん、そこにあんねんオッケー、これで行こう。これで3匹やな。まあ大概3とか5とかそこらですよ、助けるかすってな。なんで奇数なんやろな、でもな、なんで奇数がそんなに多いんやろ。1とかもそうやもんな、大概2ってことないもんな、あんまりあるか。これでどう、どうなった。これちょっと向こう行ってみる。向こう行けるかな、こっちから行ける、これ。あ、行けるわ。どう？うわ、お前なんかすごい甲羅やな。氷の甲羅や、あいつ。ありがとうって言って。あ、ええよええよ、全然かまへんかまへんって。何のためにやったの？何のためにやったんかもわからんし、見失ったで、女。あ、おったおった。おっしゃ、行こう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 。まあ、めっちゃ冷たいやろな、これ。夏にしか見たくないわ、この光景。え、アトゥーンで、オッケーオッケー、アトゥーンな、はい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 、そっちの方ね。ラーバ、うん、わかったわかったわかったるって。おっしゃ、まだ行きましょう。ん、あ、上か、上や、こう上のやつや、これ得意やで。行きます、はい、ぴょん、はい、ぴょん、はい、ぴょん。ほら、見た、息ぴったりやろ、ここ我々の息ぴったりやろって。こいつもすごいな、スタッドレスタイヤ履いてます履けるもんちゃうよ、それ。こっち行こう、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 弟、オッケー。このまま行って、はい、ブナ、あ、ブナの木ガイアこれはブナの木なんやって、弟よ、ええ勉強だな。何するって、ほんで、あ、押すんか、これおたーい、ティマボマリア、ティマ、いや、言ってることがわからないですよ、あなたの。いや、何照れてんの、意味わからへんの。何せえって、弟、喋って。エティ、オナヒシュラ、兄貴のヒント見てみる。あった、あっちやって、やっぱあっちなんや。なんかあるんちゃう、アイテムが。あ、これじゃん、あ、これや、これ。なんかノコギリでこうやって、ああこうや、あー、なんかこれはほんまに二人プレイならではという感じがしますね。ノコギリのこうやって引き合うやつね。これほんま業者さんとかどうすんねやろな。なんかそこ気になったりするよね。これでもポンって倒して、もしこっち側に倒れてきたら、おおおおおお、え、何のためにやったん。あ、違うわ、これが欲しいんや、そういうことやな。んで、向こうの木を切って、うまいこと向こうに橋を架けろってこと言ってんねや。
はあ、ようそんなこと思いついたな。てかまず無理やろそんなこと。分かってるって、分かってます。今からやブナの木切りますって。あ、もう半分入った、もう半分入った。おいいぞ、いけ兄貴。オッケー、弟兄貴、弟兄貴。喋ることないね、ごめん、ここ喋ることないね。ちょ、女の人繋いどいて、繋いどいて。オッケー、来た、よっしゃ。おお、めっちゃ早いやん、めっちゃ、うわ、めっちゃ身軽。ほんで、え、何あいつ最強じゃん、もしかして。なんでお前捕まった、まずあんな、なんか両左右に弱い部族に。こっちもう先行こうか。ちょ、弟待ってあげろよ。おい弟待ってくれよ、うちの。はい、行きましょう行きましょう。どこに連れて行ってくれんの、まずこれ同じ人間か、この女の人。なんで捕まったんか分からん。多分大事な人なんやろね。でもそれはそれはなんか女王様とかね、その類なんでしょうね。でもあの巨人族が何によって倒されたんかも俺分かってないし、気になってんだよな。なんかあの、あっ、何これ、スノーマンや、リアルスノーマンおった。だ、うわやっぱリアルスノーマン、あ、いっぱいおる。うわ何これ、リアルスノーマンいっぱいや。うわ、え、な、固まったってこと一瞬にして、え、なんて、な、な、分からへん、ごめんごめん、分かった、はい、行け。あ、なんかすんのこれ、え、なんかすんの、ん、なんかスイッチが必要っぽいな、これ開けるには。あっち行けって、え、あっちになんかあんの、タイヤ、タイヤ、あ、こっちか、こっちに道あってんや。あ、これ巨人さんじゃん、巨人さんとこの人間、まあおそらく大きさからして人間が手を取り合って戦ってたということかな。悪なんか味方なんかもわからんし。あ、これ押すの、え、スノーマンやられるで。でもこれ言ったら、うわー、え、なんか結構お前らって残忍よな。まあいいか、このままついていこうか。これでバーン、おわお、え、あと、いやごめん、全然わからへん、お前のそのダンス意味わからへんけど、何言ってんの、なんでダンスしだしたん。え、上がってこいって、え、何すんのこれ、こんなん、いや、え、ここ、え、な、な、何したらええの、え、この女の人に喋りかけんの、違うよな、え、何すんのこれ、いやこれでもないしな、あった、え、あ、これか、このレバー引けつってんのこれ。おお、来た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 、え、嘘やろ、え、ほんまに言うてんの、嘘や、ほんまに、ほんま、頑張ってきてな弟、なんかあるかわからへんけど、行ってこい弟よ、うわぁ、ほんまにこいつら、ほんま、はい、わけわからんな、わかってるって、ハヒーンは、ハヒーン今頑張ってるやんけって、あれ何、回す方向違うとか、いや違うよな、あれ、え、どういうこと、はい、ない、ないんや、分かってんねんけど、何もできへんねん、あ、これ以上遠くも行けへんし、分かってるってせやから、え、はい、ない、あれ、これまた引っ張んの、女の人も行けってこと、あ、女の人も行かすんや、はい、どい、いやー、あ、そっち行った、あれ、あ、そっちで回してくれんの、ありがとう、サンキュー、サンキューでーす。オッケー、兄貴おいで、ありがとうって言って、もうあの人ほんまやばいな、あの人もここの人やねんやろな、だからこの仕組み知ってんねんやろな、これ出られへんねんやけどっていうか、あ、出られる、あ、せや、弟は出られんねんや、あ、これでまた行き違いや、行き違いのところ、え、はあ、なんかおる、え、歩いてる、見えへん、ステルスやこいつ、え、でも足、人間の足やな、あれ。ってことはちょっとデカめの人型のものやな。おー、なんでしょうね。まだ新しい生き物が出てくるんじゃないでしょうか。右は平行棒みたいな、平均台みたいなやつ乗りまして、左は、あ、女の人とおたらいと言っていますね。ここかな？これかな？これ掴めるけど。で、上か？こっち行ったってどういうこと？あ、こっちか。弟とこっち行けって言ってんのか。オッケーオッケーオッケー。じゃあこのままこう行って、これ大丈夫でしょ、多分こっちの道に行って、あの巨人を追いかけるとかそういうことかな。なんかいまいち掴めてないことが多すぎんだけど俺。おお、え、お前そんなんできんの、ほんまに、
え、なんなんお前、なんでだから捕まったの？それがもう意味わからん。おおおおおおお、絶対こいつ人間じゃない、なんか絶対あるで、裏がある。あ、なんかコントローラーが震えてます今、ただ今コントローラー、あ、赤、向こうから来た、向こうから来た、なになに、こ、こ、こうせって、お、あ、これで回避しろっつってんの。いや、バレるやろ、さすがに、バカじゃないんだから。あ、なんとかなった、なんとかなった。いや、もう赤、ごめん、振りがあまりにも、もうなんていうんやろ、ベタすぎてちょっと対応に困った俺今。この足やばいな、でもこの足であれパーってして、あのパーってして、パーってして、何してんの、何してんの、なんでそんなことあったの、おいおい、何してんの、何してんねん、おお。あいつほんまやばいな、この超人的な、ここの人はでも全員そうなんかもしれんね、超人的な能力を持った人間なのかもしれない。でぐるーって回して、今度はこっち、え、でもこれ怪物の行った方ちゃうの。あ、またあれちゃん、またあれ、隠れろのマキちゃん、これ入っちゃえば、これ隠れろのマキは絶対せやって、ちょっと待って、隠れさせて、隠れさせて、隠れさせて、お兄ちゃん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 、はいはいはい。いや、じゃあお前方向考えろって。方向から考えておかしいやん、どう考えてもそれ。うおぉ、はぁ、はぁ、なんでまず見えへんの。あ、いけ、今いけ、見えへん理由が分からへんじゃん、あいつはなんなん、言いたい。あの女の人はでも分かってんねやろな、ある意味あれが弱点だよな、あいつは目が悪いか頭が悪いっていうのが弱点なんでしょうね。まあついていってみますか。なんか雪んどう来ましたけど、あ、これ何、あった、おたい、あ、座れるとこちゃうんか、あ、はいはい、行きます行きます、こっちですか、これ逃がしてくれてんのかな。お、来た、なんかでも戦ってるもんがさっきと違うからな。お、おお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 めっちゃ力強いやん。え、俺走らなあかん、これ走らなあかん、俺これあかん、走らなあかんやつや、これ俺、俺を動かします、ワイワイ動かします、止まったあかん、絶対止まったあかんやつ、これ、うわ、危ない危ない、できるだけ当たらんといこう、できるだけ当たらんといこう、分からへんもの近づいてきてるかどうか、あ、ここ崩れる、ここ崩れます、絶対、3、2、イエーイ、ほら見てか、あー、すごい倒しやん、もう一番でかいやつが倒しやすい方法、うん、ナンバーワンで倒しましたね。なんでなんでおい、ふざけんなってお前っつって、やめろよお前っつって、なんでそんなとこでお前ら恋愛関係なってんねん、何しに来てんって、せやから。いや、もうええって、お前何笑ってんねん、ほんでお前めちゃくちゃか、お前ら目的見失いすぎでしょって、恋は盲目って。何そのツッコミの仕方、こっちやろ、はいはい、行きますよ行きますやん、なんやねんこれ、まあおじいちゃんのこと覚えてんのか、まずお前ら、おじいちゃんはもしかして死ぬからもうお前らあっち行け言うて言うたんか、あっちに引っ越せみたいなことだよ。あの地図渡したんか、ちゃうやろ、俺だってここで来てさ、伝説の花とか言ってポッて一個だけ花出てきた、俺笑うてた。そんな救う方法なんやねんこれ、あ、信用できひんって、あいつだってほら後ろでポニーテールなんか興味珍しいで、そんな言うだってお前ほら行くしかない、やめろやめろやめろって兄貴、お前そんな言うだったらもう、や、行くぞ、行くよや。えー、なんで行く。まあまあいいじゃないですか、そういうわってレコもあるって、強引やけど、半ば強引やけど、あ、なんかすごい、あ、すごい、なんかなんかの巣に潜り込んでいってるって感じですねこれね。あ、何がいるんでしょうか、雲だけは勘弁してください、ありっぽいな、でもな、この巣の立て方はありっぽい、あ、なんかでも上にもある、あれ、え、あれ糸で巻かれてるとかじゃないよね、ほんまにやめてよ、別に振りとか、振りとかで俺雲いらんとかって知ってて言ってるわけじゃないねんで、ほんまに何も知らんねんやけどね。うわ、絶対雲や、もう雲の巣が見えましたやん、雲の巣が見えましたもん、もう、うわ、上からガサ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 来るってこれ、もう、あ、何、どうした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 、え、何何何何、ああ、え、どういうこと、いや、もう全く分からない、なんかあいつ、うわー、もう来た、キモ
なんやねんお前どれ。どこがお前手って言うたらええねんお前まず。なんやなんて言うたらええねんお前。足か手かのお前分別がつかん。なんやねん何してんねんお前。まちゃがしゃぎ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 しゃがって。あ下にもおるやんほんで。なにこれ。ニトリに売ってる照明やんこれ。ニトリに売ってる照明とほんま全く一緒やねんけど。何すんの。あ、振れってか。あ、振るんちゃうこれ、こうやって。うわ、やっぱこれ多分振ってなんか落とすんやな。コロ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 って転がっていくんちゃう。あー、来た。おーおー、え、あの、あ、やばい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 、ほら、あーやばいやばいやばい。何これ何これ、俺何しよう。何してんのこれ。なんか俺ボールみたいになってます、今ボールみたいになってます。あー、何したいねんって俺は。ほら向こう行ったらええんか、向こう行ったらええんか、違うか、ぶつかり続ければいいんか俺。違うな、向こうからこっち行け。オッケー、行った、倒した、よっしゃ、いい子がいた。もう焼き殺せ焼き殺せ、なんかで焼き殺せ。もううわ、見てや、足ちぎれちゃう。足ちぎり出した、やばいです、本気です。彼らいやもうこれが邪魔、これが邪魔なんです、普通に。うわー、やられた。オッケー、戻ってよ、行くぞ、行け、おら、行ったら。オッケー、引きちぎれ引きちぎれ、足引きちぎれ足引きちぎれ、ありおっしゃ、なんでそんなしょ。あれ、まだ無理。オッケー、ナイス、いいよ。はい、2本目、はい、2本目いただきました、ありがとうございます。兄貴、あいつにチューされてたってやばいよな。よし、来いよ、上がってこいよ、なんもや、あと行け、弟、いやー、おら、弟がちょっと冴えてきた今。こっちか、あ、これか、伸ばしてる方を引きちぎれって言ってんのか。オッケーオッケーオッケー。クモって足こんなにあったっけ。8本やあんねやけ、6本、8本。あ、なんかおっしゃ、追い打ちかませ、追い打ちかませ、仕留めろ、仕留めきれ。オッケー、俺ら行ったれ行ったれ、容赦すんな容赦すんな、クモには。クモはかまへん、もう何かどうなろうが、どんだけ綺麗であろうがなかろうが。おっしゃおっしゃ、行くぞ、行けよ、どうぞ、おらいやもう気持ち悪いね、単純に。そのな、なんか虫ってな、よくわからんけど前にある日本のやつをスリ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 するやん。それちょっと無理やね、苦手俺、それが。おっしゃ、行ったら行ったら行ったら、オッケー、あ、行った、おっしゃ、どや、うわ、はぁ、あれ、なにそれ、それも足って言ったらええの俺は。なんか、お前の体の形がややこしすぎて、お前兄貴やられてんやんけ。どうしてくれんねんお前。はぁ、はぁ、え、なんだ、元気やん自分。なになに、なんか悟ったってこと。虫の知らせや、まさにこれ虫の知らせや。あ、大丈夫かお前。あかんあかん、あっちも行きたい、あっちはあかんあかんあかんって、あっちは行けへんって、あっちは行けへんから。いやでも俺、あっちはあっちは行けへんって。え、なになに、これでもほんままさに虫の知らせでな、弟ちゃん、子供が、多分子供やと思うんだけどな、なんかな、ただ悟ったんやろな。え、俺言ってたまんまじゃん、兄貴が死ぬとかって言って、言ってへんかった、言ってたよな、片割れ死ぬんやったら兄貴やっつって。うわー、これでも悲惨やな。まあでもやっと分かりましたね、巨人族を倒した本人が。ほんで、まああいつが捕まえられてた、あの捕まえた側のやつは何か分からへんけど、何にしてもなんか、まあ重要なというか、まあそういうなんか特別な人物やったのは確かでしたね。お、こっちか。おお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 お。うわ、すごい、このな、キノコみたいな生え方してる。ほら、めっちゃ綺麗じゃない。うわ、すげえ、なんか幻想的。オーロラもある奥に、左側がなんかカリフラワーに見える奥のやつが、もうあんまりにも葉っぱがわーなってて。あ、道ある、ちゃんとこの木周りにね。へえ、これはでも花じゃないもんな、植物やけど、白い植物ってことや。あ、家あれ、通り道。すごい、めっちゃ目につくことばっかり言ってる俺。あ、来た。ここでなんか助けてくれる人現れるかな。今まで散々な目に遭ってきたからね。あ、兄貴、嘘やん、ここでってことなんやんな。
もうちょっと頑張れって。レイタ、マリー、いやもうちょっと頑張れってお前。あ、何これ、何それ、何なんだかそれ、何か分からへんし、お前巻物を渡せよ、まず巻物をよ。そうや、以来、あ、ちょっと待っててなって、ちょっと待っててなって、まだやられてへんわ弟。オッケー、こっからお前一人の力で切り開け道を。兄貴を助けるんだ。いつもお兄ちゃんには迷惑かけてばっかり来た。僕はいつも話しかけたらいたずらばっかりしてきた。そんな僕やけど、お兄ちゃんのために何年今言うて行けすえ。じゃあこっちや。なほっそ、いける、お前やったら今までのお前の動きなら全然いける、こんなの余裕、あんだけ飛べたんやから。うわーすごいな、でもこれ今なんかほんまに焦らされてるな俺今。あ、これちょっと早く移動、早く移動することとでき、なんかこう走るとこ、走れるとこ走っときたよな、なんかもう別にそんな時間制限はないんやろうけどさ。なんか今に来て俺さ、一番最初からこのゲーム始めてからやで、ずっとコントローラー一つで二人を動かしてきたわけですよ。初めて今になって右しか動かしてない、右スティックしか動かしてないね。これが通常のことなんやけど、なんかな、もう違和感覚えちゃうねん。それなんかすごくないすごくないっていうか、なんかまあ二つで一つっていうんかな、その感覚がまあ今まであったっていうね、そういうところまでもしかしたら考えられてるかもしれない。なんか今なんか足りひんなっていう感じがしてんねん、想像しながら。だからこそ焦ってるのかもしれないっていう。まあとりあえずちょっと最終回近いから言うとこかなっていういいこと。来た、うわ水湧き出てるやん。あ、それ癒す水ちゃう、癒す水やわそれ。ああ、そういうことか、つながった、これを取りに来たんや、おとんのために。なるほどな、だからこれをも取りに行け言うて兄貴はあの瓶みたいなやつ渡したんや。いやそうな、ほんと兄貴の分持って行って、ほんで兄貴直して音の分持ってこなあかんのに、もう一往復せなあかんもんな。違う、おわすげえ、あ、あ、これ動かす、あ、俺動かしてるっぽくないな、もう勝手に進んでますね、勝手に進んでるわこれ。あ、でもこれで急行便ってことやろ。オッケー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 、いやもう助かったわ、早く帰れるから。うわっ